テーマのところにローズカフェなんだっけ。はい、はい、おはようございます。10時の鐘が鳴りました。坊主カフェのお時間です。このお時間はですね、坊主カフェと言いまして、仏教についてお寺についてまた沖縄の習慣やしきたりについてお話をさせていただく、1時間の番組となっております。はい、そして、今お話をさせていただいておりますのが、宜野湾市は普天間にあります、神宮寺という、真言宗というね、宗派の、お寺の住職をさせていただいております金城良慶です。はい、それと今日は、はい、久しぶりですね。お久しぶりです。はい、お久しぶりの人です。はい、トンチンカン咲子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お元気でしたか。お元気でした。もうあ、よかったですね。はい、はい、もう番組始めた頃は、はい、良慶さんとやってた時はもう神社とかも行ったことなかったんですよ。はいはい、あ、そうなんね。もう神社とお寺の違いも全くわからなかったんですけれども、はい、今はなんとも週一で行ってます、はい、私。あ、素敵な。しかも普天間神宮。あ、ありがとうございます。洞窟に何回入ったことか。おー、はい、洞窟入ってる。入ってます。いいですね。うん、洞窟気持ちいいよね。涼しいんですよ ね、 いいすね、ひんやりして。そうそう、あそこ私も好きですよ。うん、子供の時は私こう裏山でセミを取るんですよ、夏、はい、夏休みとか、うん、で暑くなったら洞窟に入って休憩。あー、でまた涼しくなったらまた山を登ってセミ取りっていう。あ、子供の時は、うん、これ今洞窟ドアがあるじゃないですか。ありますね。私が子供の時なかったんですよ。あ、もう出入り自由、もう誰も彼も勝手に入ってっていう感じだったんですよ。だからそう、子供の時は天然のクーラーですよ。本当ですよね。じゃあなんか空気感が違うんですよね。そうそう、ね、ひんやりしてて急に、うん、そう、あそこいいですよね。でもまだ良慶さん側に行ったことないんですよ。なんでよ。すぐじゃないですか。行き方がちょっと分かんなくて。いやいやいや、あ、歩いていくんですよ、足で。はい、あ、歩いていけるんですか。歩いていけますよ。そうなんだ、はい、行ってみよう。まあ、車でも行けますよ。はい、もちろんタクシー乗ったらいいんじゃないですか。あの距離を神社の前でタクシー止めてお寺まで、はい、いいと思います。行ってみよう。今日、はい、今日ね、午後行こうかなって思ってたので、ちょうど行ってみます。あ、よかったです。ぜひぜひ来てください。はい、はいはい、ということでですね、はい、今日はこの2人で、皆さんにお送りしたいと思います。はい、この番組では、皆様からのコメント、ね、意見いろいろ、頂戴をしております。はい、FM 宜野湾のホームページから直接こうコメントいただくこともできます。またメールで、いただくこともできます。その際のアドレスがですね、797@fmginowan.com となっております。はい、ぜひね、いろいろね、お坊さんに聞いてみたいとか、実は前から気になっていたことをちょっと質問とかね、いろいろお待ちしておりますので、何でもお聞きください。はい、それではですね、今週も元気にいってみたいと思います。はい、ではですね、ちょっとここで1曲を紹介したいと思います。
はい、ですね、もう今週末いよいよ私の所属する神宮寺で、神宮寺祭りというお祭りが、ございます。神宮寺祭りと、観音祭というお祭りなんですかね、もうそれに向けて今テンション上げてこう頑張っておりますので、もう今週は私のテンションが上がる曲特集で、はい、行きたいと思います。はい、1曲目はですね、もう私の大好きな曲ですね、ザ・ブルーハーツで、未来は僕らの手の中です。どうぞ。神社側でやらないんですね。お寺側でやるんですね。おう、そうですよ。あ、へえ。みやちゃんさん。すごい。そこにいたら、そうね。あ、物事なんて。すごい、調べてくれたのかな。ね、すごい。ありがとうございます。すぐハグになったりする。あ、行きます。はい。はい、お坊さんのつぶやきのコーナーですが、まあね、先ほど冒頭でも少しお話ししました、今週末、まあ、10月の8日ですね、日曜日、はい、私の、お勤めさせていただいております神宮寺で、第9回神宮寺祭りというお祭りを開催をさせていただきます。はい、実はですね、はいはい、このお祭り、まあ、今回9回目ですけど、うん、まあね、8年前、はい、何かな、2009年に神宮寺が創建という神宮寺ができて、うん、550周年だったんですよ。はいはい、それでこう記念して、もともと祭りしてたんですけれど、この観音祭というお祭りをしてたんですけど、この観音祭は旧暦なんですよ。はい、やっぱ古いお祭りなので、うんうん、それで旧暦ってほら新暦にすると、ね、もう何曜日になるかわからないじゃないですか。うんうん、それなんでもうちょっとこう難しいっていうんで、今はこの第2日曜日10月の、はい、要はこの体育の日の連休の時の3連休にお祭りをしようということでね、今は祭りをさせていただいております。はあ、はい、でそういうお祭りなんですが、はい、まあね、この何ですかね、ほら、さっきほら沖縄の人じゃないですか。はい、でほらいつもこのうちの僕の相方してもらってるメイグなんかは、はい、大阪の出身じゃないですか。うんうんうん、そうするとやっぱりね、大阪の人とか結構向こうの人はこのお寺さんになんかこう縁があるというか、例えば祭りをお寺でなんか縁日出てるとか、あ、よくテレビで見ますよね。はいはい、そう、うんうん、とかなんかお寺で何かこの行事があってそういうのに参加したことがあるとか、今回も神宮寺祭りで稚児行列って言って、はい、こう子どもたちにこう着物を着てもらってこの普天間を道巡礼する、そういう行列があるんですけど、はい、メグに聞いたらやっぱりやったことある、
子供の時に。しかもやったことあるんですか。そうそう、本人が、うんうん、っていう感じなんですよ。なんでやっぱ沖縄ってやっぱりなんかお寺っていうと、まあ、結局うちの神宮寺もそうなんですけど、あの歌姫なんですよ、もともと。だからあのやっぱり神聖な場所だから、うん、なんかあんまりむやみになんか行ってはいけないというか、うん、なんか行ったらダメみたいな、うんうんうん、あのやっぱ空気感というか雰囲気があるので、はい、やっぱそれはもちろん大事なんですけど、かといってもあの本当行ったらダメではない、うん、大事な時とか自分のこのね、あのこうリセットをするとかそういう時のためにはあの逆に毎日行っていいところですし、うんうん、あの別に、ね、なんかいたずらしに行くのダメですよ、うん、それは当たり前なんでもダメじゃないですか、はい、それと、ね、この行ってはダメはちょっと違うと思うんです、はい、うん、それなんでこのなんかこう皆さんがこうお寺に親しみを持ってもらったりなんかこう身近にこう感じてもらえる、うんうん、あのあお寺ってこういうところなんだと、あ自分がこうユンタクしたりなんかのんびりしたりあの別に来てもいいんだというのをこの少しでもこう知ってもらえたな、もらえたらなというのでこの祭りをしててね、うんうん、なのであの本当お寺 の, このお祭りの内容も、うん、あの本当稚児行列とかあとあの写経体験といってあのお経を、はい、この書くのが今ちょっとブームなんですよ。やりたい、はい、そういうのもできるし、はいはい、あとはあの日渡りね、夜にやるんです、夕方やるんですけど、はい、この日の上をまあ本当そのままですね、うん、はい、歩くっていう、はい、修行を経験体験していただくと、うん、ね、これ絶対やりたい、はい、ありがとうございます、はい、こんな感じでね結構ねあのなんかなんていうんですかねお寺でこう行事というかこういったね、うん、あのパフォーマンス結構お寺ならではのあるんですよね。うん、だ最初の第1回の時なんかこの準備企画してる時に何をしたらいいんだろうとですよね、そうそう、いや、皆さんにお寺を身近に感じてもらいたいっていう思いはあっても、うん、じゃあどんなしてそれを形にするのかで最初すごい悩んだんですよ、はい、でその時こうスタッフというかこう一緒に考えてくれる実行委員の人たちがあれがいいんじゃないこれがいいんじゃないってこうボンボンアイデアを出してくれて、でみんなでじゃあこれをあの採用とかこれはちょっと難しいんじゃないとか、うんうん、やっていてだんだんねこの毎年こうブラッシュアップしていって、そしたらねこんな感じで結構お寺ならではの行事っていうのがたくさんあるというのでね、うん、すごい嬉しい発見をしたのがねあと 9年この9年間の思いなんですよ、まあね、楽しい。だから自分もまずね私が楽しいですね結構長いですけど大丈夫ですか。大丈夫ですね、まあ、まだ、はい、上げ上げ一応若い方ですし多分ねこれが60ぐらいになったらきついかなと思う、はい、もうね本当結局朝ね11時から始まってこう終わるのが夕方の6時半、はい、なのでね、7時間半もうぶっ通しなんですけど、そうですね、うん、今はもうね本当終わった頃はもう本当にもうクタクタなってて、でもまあこのまあ終わったぞっていうこうね達成感はあるんですけど、まあ多分ね本当60ぐらいだったら多分もう前半ぐらいでもう座ってるはずね。ああつってる本当にね、はい、あこれこの写経体験、はい、写経ね、写経、はい、これって誰が教えてくれるんですか。あもう今回はもう部屋というかまあこう座って書いてもらうんですけど、うん、まあ、この部屋を用意してて、あともうそこに手順が書いてある紙があるので、まあ、この手順に沿って書いてくださいねと。やろう、はい、写経はねもうあの11時からあの夕方の5時までもうあのもう出入り自由というか、いつ来てもあの受付しているので、もう自分のペースで変な話来たい時に来て書いて終わったらもう帰ってもいいですし、あとあの出店とかあるから。出店いいですよね。はい、出店いいですよ。ご飯もここでだって食べて帰れるんですもんね。そうそうそう、食べれますよ。まあね、じゃあちょっと今ね出店の話出たんで、はい、あの今回ねあの出店していただく、うん、あのお店さんがですね、あのまずジャカランダブルーっていうこの今は宜野湾市宜野湾の、はいはい、方にあるんですけど、この焼き菓子とかね、うん、あのお店ではあのチョコレートなんかが専門なんですよ、うんうん、でもねさすがに こっちにやっぱあの冷蔵庫とか持ってこれないからなかなか難しいんですけど、はい、まあ、チョコレートが美味しいんですよ。行きたいです。もう本当のチョコレート、あの、うん、珍しいですね沖縄で、あんまりないんですけど、うん、多分すごい珍しいと思う。あの、うんうん、要は乳化剤とかあの化学薬品とか使わないで、もう本当にチョコレートのだけで作ってる、カカオだけで。そうそうそう、
すごい。すごい美味しいんです。またね、うん、こうトモリさんというお店のあのオーナーさんなんですけど、また人いい人なんですよ。あら見に行かないといけないですね。はい、もうね、この人が作ってるもん何でも美味しいだろうっていうぐらいね。の人柄でさ。人柄がね、あのこうチョコレートに出ている。ありますよね。あ、本当にありますよね。そういうのね。そうそうそう、そういう人なんです。もうジャカランダさんのお菓子はね、うん、最高ですよ。焼き菓子ってスコーンとかクッキーとか、うん、クッキーとかかな。マフィンとか、うん、やっぱりあの今回ねこの屋外で販売するんで、うんうん、あの日持ちする常温で大丈夫なやつを持ってきてもらいます、うん、はい、はい。それからですね、あのディープフォレストというね、もうすぐ普天間お寺のすぐ近くなんですけども、はい、ここはバーで普段はね、はい、まあ、この日あのドリンク担当ということで、お、いいですね、はい、ソフトドリンクからのビールまで、あら、はい、なんだったらね、はい、ビール飲みながら、うん、あのこうほろ酔いでお祭り参加していただいた、あ、はい、これお祭りの醍醐味ですよね。そうですね、飲みながら、飲みながら、はい、はい、ね、ぜひあの皆さん車を置いてきてね、うん、はい、来てください、はいはい。それからね、次にあのハオツーと読むんですけれどね、はい、肉まんとこのあんまんのお店、これはね、宜野湾市の伊佐の方にある、うんうん、あのね、結構こじんまりとしてて、あの知る人ぞ知る的な、うん、あの隠れ家なお店なんですけど、もう私ここもファンでもうずっと通っててですね、でお祭りやるって時に ぜひハウツーさん出てもらいたいなと思って、もう全然知り合いでもなかったんですけど、はい、もう飛び込みで行って、こうこう私こういうもんです、怪しくないですよっていう説明から、うん、で祭りの、ね、説明して、そしたらすごいあの喜んで、こう、あ、いいですよって言って、うん、あ、そう、ちょっと合いますよね、神社でお寺とかで、はい、肉まん、あんまん、うん、そうですよ、美味しいんですよ。またここもね、人がいい人なんですよ。りょうけさん、いい人のところが好きです、ね、そうですね、はい、はい、でまたね、あ、そうですね、ここね、ハオツーって、これあの要は中国語、うんうん、であの店主の旦那さん、ご夫婦でしてるんですけど、旦那さんが台湾の出身なんですよ、うん、そうだからもう本場の、あ、本場の、本場なんですよ、うまいんです、もう皮からちゃんと手作りしててね、皮がうまいんですよ、もうね、これを食べるとね、あの出来合いの肉まんとかね、ちょっとなんか残念な気持ちになる時ありますよ。あ、そんなに、うん、皮がもう全然違う、ちょっと早めに行って買った方がいいですね、はいはい、ぜひ、ね、ハオツーさんの肉まん、あんまんも食べてみてください、うんうん、はい。それからね、次が笹屋さんというね、もうすぐもうこれも普天間にあの飲み屋の中の方にあるんですけど、うんうん、はい、もうここももう古い、もうお父さんの代からだと思うので、うんうん、多分もうほんと何十年もうあのや、まあ、割烹というかね、まあ、居酒屋さんというか、うんうんうん、はい、もうここもね本当に美味しい、もうね、あの新庄さんというんですけど、はい、新庄さんのご飯もね、新庄さんも人がいいんです。いつ行っても笑顔でね、あのなんか私がこうチラシとか置いてくださいとか、お店に出てくださいとか言うと、いいよって言ってもね、あ、まずはまだ日程言ってないんですけど、なのでいいよいいよって言ってくれるんですよ。まずもうね、何でもまず受け止めていただく、はい、もうすごい切符のいいあの店主さんがいて、はい、それからね、うん、今回ね、あの時和屋さんっていうね、はい、あの天然酵母のパン屋さん、あ、いいね、はい、もう出てもらいますね。でね、時和屋さんはね、茶壇のあそこ、なんていうのかな、なんだろう、あそこ漬け欄か、うんうん、漬け欄の、ところ奥の方にこうあって、こうほら普天間からこう沖縄市の方にこう330を行くと、はいはい、あの漬け欄の交差点を越えて、うんうん、あの亀そばって左に、はいはいはい、亀そばからまた中の方に入っていくとあるんですよ。あれ、あ、パンケーキのお店みたいなところの近くですか、ね、あ、そうそう、あのこの近く、おお、美味しい。で、あの、あのもともと言うと、書かずに宗像堂っていうパン屋さんがあって、はい、はい、宗像堂でこの修行した、方が独立して、今こっちで時和屋っていうパン屋さんを開いてて、で、今回ねお店出してもらえませんかって言ったら、あ、私は宗像堂にあの勤めてた時に、あのお祭りであの出店してますよ。要は宗像堂さんで出店してもらってたんですけど、その宗像堂スタッフで祭りに出たことあるって言って、よかった、すごい、じゃあ話早いと思って、はい、すいません、では、ま、祭りお願いできませんかって言ったら、ああ、じゃあ大丈夫と思いますよっていう感じで、ありがたくね、すごい、両慶さんがこれあの屋台とか決めてるんですね。決めてるってか、そうそう、はい、探して、あ、はい、いや、ほら、あのね、結構ほら大きな祭りに行くと、もうみんな敵屋さんじゃないですか、うんうん、で、そう、ね、それもいいんですけど、やっぱりなんかこう、こうお店ね、普段やってる人がちょっとこう今日はこっちに来てもらってってなったら、ほら、ここお祭りでご飯食べて、あ、
あ、時和屋っていうパン屋さん美味しい、どこですかってまたねお店に来てもらったら、うんうんうん、なんかこう広がるじゃないですか、はい、そういうのがあのいいなと、うん、どうせ、ね、自分のこのねこのできる範囲でやるんだったら敵屋さんに呼ぶよりもそういう形の方が、うん、あの自分としても楽しいかなと、うんうん、そうそう、やっぱり、ね、自分がすげえうまいと思うもの食べたいしですよね、はい、チョイスしていい人っておいしいところ、はい、そうそう、大体あのほら私も普段普通にお夕飯とかでいただくので、あー、ね、そっか、そうそう、たまになんか私もイベントなんかのイベントで手伝いとかするとなんかこうロケ弁じゃないけど、うんうん、こう出るじゃないですか、でそういうのもおいしいけど誰が作ったのとかもあんまり分からんし、あとほら冷えてたりもね、ずっと置きっぱなしになったりすると、はいはい、なんかねそれよりはもう作ってね、あのお店のさっきまで出してた人がこの作って入って出してくれたりするとやっぱあったかいし、うん、美味しいしね、顔も分かるし、そういうのいいじゃないですか、そういうのいいですよね、そうそう、美味しく感じる、そうなんです、でもしかも洋菓子もあるし、はい、お酒も結構本格的なお酒だし、はい、しかも中華、はい、和食、はい、天然酵母、はい、最高です、で、あともう一点、もう一点ね、はい、あのカレンさんって言って、うん、やっぱあの普天間の郵便局のすぐ隣でやってるあの台湾料理屋さんも出るんですよ、うん、もうね、もうカレンさんはね、あの前もなんかこうもともとそこも食堂だったんですけども、潰れてしまったのか、もうおばあちゃんが辞めちゃったのかな、うん、であの空き家というかになってたのをこのカレンさんがあのお店始めたらすごいんですよ、普天間で行列ができるんですよ、えご飯お昼時とか、お昼時に行列あんまりないですよね、そうそう、ないですよね、私もびっくりした、もともと台湾が好きで、うん、台湾のご飯も好きで、うん、あの台湾料理の店ができるって見つけて家族で行ったんですよ、もう本当オープンしてほんと何日目ぐらい で、うん、でその時やっぱまだだったね、そんなにねまだあれだったけど、もう今は本当12時過ぎるとあの入れないですよ、ちょっと待たんと、あ行ってみたいですね、結構本格的な台湾料理、本格的ですね、あの一応小籠包のあのとかメインで、あとルーローファンといってこう豚肉こうかけご飯とか美味しいですよ、おすごい、いいす、珍しいですね、珍しいと思う、うん、そうそう、まあ、そこもね、うん、だからもうそこはもう本当に普通にあの私もプライベートで食べに行くので、もうあの、ね、店長さんはあの台湾の方なんですよ、とかもねあの、まあ、日本語できるんで、うん、こうまあ2人でユンタクしたりとかね、もうなんか今回もあのもう出てもらえませんかあったら、ね、普段はあの日曜日お休みなんですけど、まあ、いいですよって言っていただいて、はあ、出ていただきますので、楽しみですよ、もうご飯食べるだけでも、そうですよね、はい、楽しい、普通にねあのお店にご飯食べに行くことと一緒ですから、しかも何軒も回れるんですよね、そうそうそう、お得な値段で、はい、でちょこちょ こう食べ歩きもできるし、うんうん、食べ歩きですね、はい、私じゃあ全部制覇してみます、はい、ぜひ、はい、ぜひお願いいたします、私だってもう今11時から行こうかなって考えてます、あありがとうございます、そうだよね、11時から行けばちょうどねあのお昼時だしね、食べて写経して、はい、はい、いいですね、はい、バイオリンでも聞いて優雅ないいですね、はい、そんな感じで、はい、はい、ということでね、今日はね普天間あの神宮寺でございます、神宮寺祭りの紹介をね、させていただいております、ちょっとじゃあここで一回あの CM を挟もうかと思いますが、はい、大丈夫ですかね、はい、はい、じゃあここで一旦 CM です、恥ずかしいなどうですか、自分の声も恥ずかしいすげえ。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますやっぱ宮島はうまいな、コメントありがとうございます、そうだ、コメントを読むの忘れていた、あ、やばい、はい始まりました、はい、はい、ね、コメントたくさんいただいてます、はい、ありがとうございます、みやちゃんさんおはようございます、私です、はい、よろしくお願いします、はいはい、トンチンカン、はい、トンチンカン作工ですよ今日は、はい、よろしくお願いします、お願いします、トンチンカンって鍛冶屋の相槌の音から
すごいね。いつも交互に打たれて揃わないことから物事の辻褄が合わないこと、行き違ったりちくはぐになったりすること、グーグル先生に聞いてきたんですね。ありがとうございます。あとギキマルさん、キキマルさん、おはようございます。ひょっとしてそろそろ1周年ではということですか。はい、ありがとうございます。あのね、去年の9月から始めたので、まあね、先月9月が1周年、でございました。もう1周年、1周年1ヶ月をなっております。ありがとうございます。もうそうですね、キキマルさん本当に最初の初期の頃からもうずっと聞いていただいて、すごい、ありがとうございます。すごい、あとキキマルさん、中渕剛の純子が好きなのはひょっとして住職殿ですか。まあまあ長渕さん聞きますけど、なんだろう、純子好きですか。純子は、いや、まあ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 ぐらいです、ね、聞かないんですね、あんまりね。はい、聞かないですね。なんだろう、どうしてその純子ピンポイントで聞くのか、すごい気になりますね。純子、はい、もしかしたらですか、どこか誰かが純子を歌って、どっかのお坊さんが歌ってたのかな。えなんだろう、わからないですけど、あと、はい、あと、下地さん、おはようございます、今度の日曜日観音祭で山田新山先生の仏像を拝見させていただきたいのですが、時間的には何時ぐらいになりますか。 ありがとうございます。これ誰ですか。山田新元先生、新山ですね、新山先生、ですね、ほら、あの糸満のマブニに平和記念像って、はい、あのでっかい仏像あるじゃないですか、はい、うんうん、あれわかります、はい、あれを、あの仏像を作った人の仏像が、この作った人が山田新山さんっていうんですけど、はい、山田先生は普天間に住んでたんですよ。あれだから、あれ普天間で作ったんですよ。お、はいはい、あ、知らなかったですか。知らなかった、はい、あの普天間 のホットモットがあるじゃないですか、はい、ホットモット あの斜め後ろにあの古い建物があるんですよ、はい、あの中に今でも残ってますよ、原型が、はい、原型が、そうそう、オリジナルが。見たことない？ない。今度はあの社長に言って、あ、行ってみます。そう、社長の腕で開けてください。無理でしょう、多分。はい。そうか。はい。の山田先生が、あっていうのはもう、そのなんていうんですかね、もう芸術家さんで、うん、で、あのちょうどこの神宮寺があの戦争でも燃えちゃって、この復興するときに、あのうちの私が見たらおじいちゃんなんですけど、おじいちゃんがあのこう山田先生に頼んであの仏像を作ってもらったんですよ。でその仏像はあの秘仏って言って、はい、普段はあの非公開なんですよ、うんうん、見せてないんですよ。でこの観音祭ってお祭りの時にだけあの見せると。あ、はい、要はあのなんていうんですかね、こう出し惜しみをしてるんですよ。あ、年一で、はい、年一で出し惜しみしてるんですね。出し惜しみしてるんですよ、うん、はい、あ、じゃあそれが見れるんですね。そうなんです。あ、そうそう、時間でしたね、はい、観音祭は、今年は2時半から3時半の予定ですので、この時間に来ていただきましたら、あの、はい、仏様を拝むことができます、はい、今年は、10月8日日曜日の、2時半から3時半のこの1時間の年一の1時間ですか。年一の1時間ですね。まあ少し前に開くんで、まあまあもう少し前に開けますけど、まあほぼもうこの1時間でしかあの拝めないです。あ、はい、超じゃありがたいんですね。ありがたいですよ。もうなかなかあのね、山田新山先生はあのもう知る人ぞ知るすごい有名な方、まあそのマブニの記念像もですし、うんうん、あの結構ね、あの東京 あの明治神宮あの絵画館って言って、この古いあのなんですかね、この絵をこの所蔵しているところがあるんですけど、はい、そこも今なんかもう日本を代表するこのなんていうの、この芸術家の方たちの作品を並べてあるんですけど、そこにもあったりね。あ、すごい、はい、結構ねあの有名とかすごい方なんですよ。少し前にあの宜野湾の博物館とか那覇市の博物館であの山田新山記念展っていう形でいろいろ特集をしてたり、はい、あ、すごい有名、そう、すごい有名な方なんですよ、ね、ぜひあの皆さんも、はい、そうです、観音祭ね、今ちょっと、ね、下地さん何でしょうかで、ね、あれですが、こう観音祭というね、その要はもともとこの琉球の王様が神宮寺にお参りに来てたんですね、うん、そのお祭りがこの観音祭という祭りでして、はいはい、でこれが今年はあの2時半から、3時半の予定ですね、はい、この中で、この山田新山先生の、この仏像も拝むことができます、うん、はい、お、なんか来ました、下地さん
ありがとうございます。仕事抜け出してですね。ありがとうございます。そうね、仕事中なんですね。はい。新山先生、この前鑑定団で屏風800万円です。すげえ。じゃあこの神宮寺にある仏像もね、いくらですかね。ねえ。すごいね。屏風が800万ですよ。ねえ。すげえ。出してみましょう。ねえ。出してみましょうかね。でもほら、あの僕、私結構あれですよ、昇進なので、もし高い値段がついたらセキュリティどうしようとか考えちゃいますよ。そっか、そう、もう大変ですね。でもちょっと多分そしたらもう今日から寝れないはずね。あ、でもいいですね。今度沖縄に鑑定団が出張で来た時にやってもらいましょう。そうですね、ぜひ。そしたら神宮寺の名前もすぐ全国にも、いいですね。そしてセキュリティも万全に。あ、そうね。そしたらね、セキュリティ入れようかな。はい、はい。そうね、800万すごいですね。はい、ありがとうございます。はい。あ、でね、まあね、今少しあのこういろいろスケジュールの話しましたが、はい、まあ、あの全体のスケジュールちょっとここでね皆さんに紹介をしたいと思います。はい。はい、まずね、11時から、5時までこの写経の体験、うん、あとですね、あのクイズラリーと。まあ、これは子ども向けなんですけれど、はい、あのこのお寺の境内敷地にいろんなところにあの問題を置いときますんで、はい、これをみんなこう答えていただいてこう、ね、全問正解、まあ、全問というかね、こうクイズラリーすると何かあの素敵な景品がもらえると、うん、はい、いうのを11時から5時まで、もうこれはもうね、その時間自由でいつでも来て、いつでもこの写経もクイズラリーもできますという予定です、はい、でそれからあの11時半からはい、12時まではですね、稚児の行列があります。今回はですね、サンフティーマって、うん、この今普天間流坊とかね入ってるテナントがありますけど、はい、サンフティーマを11時半に出発して、この子どもたちが着物を着て道巡礼をします。で、はい、お寺まで歩いてくると、うんうん、で、もう残念なんですけども、稚児行列はもう今年締め切りをしましたので、もうね、ちょっと当日の参加というのは、できません。もしね、あの稚児行列子どもさんとかお孫さんにさせたいという方は、来年お待ちをしております。はい、で、まあ、その後ね、歩いてきた子どもたちの、健康祈願というのを12時から12時10分頃まで、でその後ですね、1時から1時半までの30分はあの紙芝居の、予定しております。はい、はい、あのね、もうまあ、よくお寺にも出てきてもらってます。あのお祭りも出てもいただいてますし、あ、そう、今回のこの、 あのポスター の、 あの絵をね描いていただいているのがこの紙芝居屋さん、佐渡屋という、ね、紙芝居屋さん。紙芝居屋さんっていうのがあるんですか。 あるんですよ。しかもこのうちなのこの昔話とか、うん、うちなのネタを使って、あの創作紙芝居をしてて、すごい、結構ね、あのすごい今活発に活躍されてますよ。なんかね、少し前にこの、ね、ポスター書いてもらってた時に、あのなんかペルー行ってきますって言って、ペルーに行ったり、お仕事で、多分ペルーでも紙芝居しに行ったんでしょうね。まあ、仕事、紙芝居屋さんですからね、仕事で紙芝居にペルーに行ったらしいんですよ。紙芝居って日本特有のものですよね、多分と思いますよ。私も、うん、外国もどんなんですかね、まあ、でも行ってましたね。すごい。でそれがね、この紙芝居が1時から1時半の予定です、はい、でそれから1時半から2時まで、今度はですね、あのバイオリンの演奏を聴いていただこうと、はい、あの実はね、このバイオリンのこの奏者の方が私の中学校の先輩でして、与那嶺理香さんという方なんですけれど、もう結構ね、今県内外で活躍してて、あの琉球交響楽団っていう楽団があるんですけど、はい、そこの、あれですね、コンミス、すごい、ね、とかされてたり、はい、結構ね、あの最近 CM のなんかね、こうで演奏してたりとかね、はい、もうすごい中学校の先輩なんですけどね、同じ吹奏楽部なんです。あ、両県さん吹奏楽部だったんですか。私、はい、吹奏楽部でした。何やってたんですか、楽器は。私はあのチューバという楽器でしたね。でっかいやつ、すごい、はい、あの頃はでかかったんですよ。私今はそんな大きくないんですけど、もう小6で160ぐらいあったんで、あ、でこでかかったんですよ。それなんでね、中学校も、まあ、小学校からやってたんですけど、うん、チューバは中学校も、はい、チューバやってて、その時の二校上の先輩がね、今やもうプロのバイオリニストって、わ、嬉しいですね。すごい。なんかね、こんなね、こう昔のっていうかね、子供の時の
ね、先輩が今仕事でこうやってお付き合いができるっていうのはいいですね、うん、すごい、はい、ということでね、まあ、1時半から2時は、岩波理香さんのバイオリンの演奏会を予定しております、はい、でそしてね、2時から2時半は、ですね、この観音祭の受付をさせていただいて、で2時半から、3時半の1時間、この観音祭というね、いわゆる、まあまあ、私たちもちろんお寺さんですんで、はい、あのこの健康祈願の法要、ね、しております、うん、今回もね、あの県内から、何名か お坊さんがあのお手伝いに来ていただいてね、はいはい、なのであのお坊さんたくさんでお勤めするので、なかなか、ね、あまり沖縄ってあのお坊さんが集まるっていう機会がないので、うんうん、はい、それだけでもあの見応えがあると思いますし、まあ、もちろんあの由緒正しいお祭りですので、はい、あの皆さんね、皆様お参りされた方の健康をお務めをさせていただきますので、ぜひね、はいはい、あのこの観音祭にもぜひあのご参加ください、はい、で、そしてね、その後3時半から4時はあのフラダンスのちょっとね、このパフォーマンスを、お願いをしております、うん、はい、ね、この時間もね、もうだからこうお祭りね、こう仏教の まあまず法要をして、その後今度はハワイアンのフラダンスを、こうね、こんな感じでいろいろレパートリーいい、ね、はい、しております、うん、はい、そしてね、次4時から4時45分はあの座禅の体験、座禅会を予定してます、はい、はい、今回はですね、あの首里の晩鐘院というお寺さんがあるんですけど、うん、はい、そちら あの副住職の、松久宗樹君という、ね、若手のお坊さんがいらっしゃるんですけどね、彼がこう講師で来ていただいて座禅をすると、であのいわゆる棒でパシッと叩くあっちの座禅なの であの私と宗派が違うんですよ。なので私は棒はないんですけど、はい、あのこっちはあの臨済宗という宗派なので、はい、あの棒でピシッとこうカツを入れていただくと、はい、いう座禅を4時から4時45分、予定をしております、うんうん、そしてその後、4時45分から5時まではね、あの奉納演舞ということで、このその後にね、日渡りとありますけど、はい、この日渡りする前にまずこの空手の、今回ね、あの空手を演舞してもらうんですけれど、うんうん、はい、この空手の、方たちにこの演舞をしてもらって、この場を清めていただこうと、沈めていただこうということで、演舞、今回はですね、あの上地流の、上地流空手の普天間道場という、ね、うん、道場さん、まあ、ちなみに私の子供たちが通ってるんですけどね、あ、はい、うちの子供たちの、はい、とこの道場なんですが、そこに、お願いをしております。そして、最後ですね、まあ、クライマックスといいますかね、うん、皆さん盛り上がっていただいておりますが、5時から6時半までこの日渡り行、はい、日渡り行体験、ね、あの私たち斎藤ごまとか歌唱三昧とか言うんですけれど、うん、はい、まあ、いわゆる本当にもうね、この火の上を歩く修行が、はい、あの真言宗にはありまして、この、火の上を、まあ、私たちは、ね、お坊さんはもちろん火の上ですけど、まあ、一般の方の時はちょっと火は落として、うん、はい、さっきまで燃えていたと。でも両脇には残ってますよ。だから横に倒れたら火事です。火事、やけどですね、はい、そういうのね、やっていただこうと、やっていただこうというかね、体験をできますよ、はい、はい、これ何名までできるんですか、体験は。あ、もうこれ時間内であれば、うん、もうあのどなたでももちろん大丈夫です、はい、はい、なので ぜひね、5時から6時半の間に来ていただいて、まあ、最初のね30分40分ぐらいはこのあのまずお勤めがあるので、すぐ5時から渡れはしないんですよ、うん、ちょっと待ってもらって、でその後渡っていただけます、はい、はい、で、まあ、あの今回ね、まあ、全部のプログラムの中で、まあ、の稚児だけはあの予約制なので、うん、もうね、こちらももう締め切ってまして、もうね、ですけど他のはもう全てあの当日来ていただいて、あの参加していただいたり見たり聞いたり、というのはもう全然大丈夫ですので、うん、ね、ぜひあの皆さん遊びに来てください、はい、はい、ということでですね、神宮寺第9回の神宮寺祭りの、ご紹介をさせていただいております。また ここでちょっと一つ、曲と CM を挟みましょうかね、はい、はい、挟みたいと思います、続いての曲はですね、あ、そうそう、これも懐かしいですが、こう上げ上げでいこうと思います、TRF で Easy to Dance です。あ、どうした、あら、じゃあ止まりました、私が、あ、流れたよかった、はい、はい、え、この与那嶺理香さん FM 那覇でやってるんですね。あ、そうなの、こっちね、系列みたいな、うん、うん、すごい、あ、そうなんだ、全然知らんかった、え、やってるって何、番組、おお、あ、ゲストで出た、ゲストなんだ、はいはいはい、マジカルさんのやつ、
コロナ何回か出た、うん、元気なおばちゃんよ。みんなおばちゃんって言っちゃうんだけど。もうだって40超えたもん。先輩ものから40超えてる。山内さんと一緒にしてる。そう。俺にしよう。あ、ひまるさん。ステマナテで検索としてページの中で。どうしたの？思い出した、はい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 、これおけさんですか。いや、これは俺じゃない、あの一緒にこれね、坊主バーっていう企画をしたんですよ、祭りの中で。祭りの中で、そうそう、その今期ね、宮島さんの坊主バーは終わってて、やったから、で、出張坊主バーで祭りで坊主バーやって、で、これとうちの副住職と、で、いとこと、3人で、トークした。で、この時に、お坊さん、カラオケのお箱あったら、もう何かわからないなって言って、で、そのいとこが、純子。言った言った。え、これどういう感じのあれですか？お酒作ってくれるんですか？それとも？うん、その時はもう、トークだけ。もう本当に、トーク番組みたいな感じで客席作って、でうちら3人で、あ、その宮島さんが MC で、で3人でこの宮島さんが事前に質問を受け付けとこう、で今日こんな質問がありました、じゃあ答えてくださいみたいな、でその質問に、おはカラオケの18番は何ですかっていうのがあって、みんなそれぞれ答えあ、でも菊丸さんは見に来たんですか。検索したって言うから、その中にあったんだね。あ、そうそう、で、俺はバラが咲いたの。すごい。懐かしい。すげえ、もう。これだ、尾崎豊って言った人は適当ですよ。結構私みんな曲名言ってるのに、あ、尾崎豊全般で。そうだね。すげえ。懐かしい。よく見つけたな、すごい聞きね。で、Google ってすごいですよね。ねえ。純子って答えたのは、その、もういとこだけど、嫁さんの名前が純子だった。あー、で、そう、それで、かわいい、それにかけて言ってる。でもこれ、うちのしかわからんわけ。一般の人聞いてても、あ、そうなんだ、まあ、普通にね、あーって思ってるんですけど、こっちの、うちは3人は爆笑した。マジかよ、お前。ウケる。あ、いいよ、歌われたいけど。すごい、やらないんですか、また坊主バー。やりたいよね。今自分が忙しいんだよね。一日だけとかでね、坊主めっちゃ集めて。ああ、そういうのってね、そう、イベントではできるよね。やってほしい。じゃあぜひ。相談聞いてもらえるんですか、お坊さん。ねえねえ。坊さんのつぶやき連発ですよ。へい。忘れてますよ。
はい、お坊さんのつぶやきというかね、今日はねお祭りの、こう紹介させていただいてますが、今ねこうちょっとコメントをいただきました。ききまるさんから、普天間祭りで、検索したら、お坊さんのカラオケの18番終わって質問して純子と答えた人がいたようですがっていう、それで純子だったわけですね。はい、あ、大丈夫、純子は私じゃないですね。変勝寺というねあのお寺がありますけど、変勝寺の住職の、はい、海心さんの、答えです。ちなみに海心さんの奥さんの名前が純子です、はい、うちわネタのうちわでした。海心はねあのうちいとこなんですよ、はい、で、この時、ね、この坊主バーというこの普天間祭りね、この頃は普天間祭りと呼んでたんですけど、はい、あの坊主バー、出張坊主バーというのがあって、うんうん、はい、そこであの私とあの私の副住職ね、うちの副住職、まあ、いとこなんですけど、とよくねこの番組にもそうですね、たまにあの出てもらってますが、はい、とこの変勝寺の住職も私のいとこなんですけど、うん、はい、もう要はもう身内3人で出演して、はい、その時にね純子って言って、もう完全に身内だから分かるじゃないですか、うちのね会心の奥さんの名前まさかここでね妻の名前を呼ぶとはいや奥さん嬉しかったでしょうねどんなんですかね、そういえばね聞いてないですね、この時奥さん来てなかったから、これ純子って言ってたけどって今度聞いてみますいやいいですね、はい、そんなそこの純子だったんですね。ちなみに私は、はい、あのききまるさんが書いておりますが、私この時答えはバラが咲いたでしたね、はい、これ今は何ですか、お箱今何ですかね、今は何だろう、いや最近のカラオケ行かないのでね、ああなかなか歌うことがないですね、はい、あでもあの結構お家では洗濯物干したりとかね、あのなんかこうぼーっとしてる時とかなんか聞いてますよ、大体何だろう最近は、歌はないけど、うん、ワンオクとか好きですよ、おお、あとかくるりとか結構男性やっぱボーカルが好きですね。あ、男性ボーカルがいいんですか。そうですね、女の人もちろん聞くんですけど、うん、やっぱほら自分でも歌いやすいじゃないですか、あ、はいはいはい、男性ね、同じ男の人の、うん、それが結構男の人が聞いてます、うん、はい、あと最近ね、そうそう最近やったらね、あのマッキー、牧原紀之、はい、昔の曲聞いて、あー懐かしいこう一人でマッキーは入ってきますよね、来、はい、るね、なんでしょうかね、かっこよくないから失礼です、それは。え、なんかっていう話を最近よくしてるんですけど、あ、そうなんですか、このあんまりかっこよすぎたら入ってこないから、はい、なんて、あー、なるほどね、うん、程よい感じが、あー、わかりますわかります、かっこよすぎず入ってくるみたいなはいはい、なるほど、美人の曲もね、あんまり、あー、なるほどね、うん、そうね、ちょっと高すぎても、そうそうそう、美貌の方はね、やっぱ程よいところは、はいそうですね、はい、何でもね、こう程よいところがいいですね、うん、仏教でそれを中道というんですよ中道、はいはい、そうですね、はい、中道です、はい、ということでね、お祭りのお話させていただいてますが、はい、まあね、あのこの日渡りやっぱりあの本当こうもう何ですかね、固定客、もう顧客さんがもういて、もう毎年来ていますとか、なんか今年も来ましたという人がたくさんいて、うん、もちろん知ってる方もねいるんですけど、もう全然あの知らない人もこの並んでる時に住職今年も来ましたよみたいなとかあの言ってもらえるんですよ。でね、あ、本当やっぱり知ってる人よりもね、こう知らない、まあ、知ってる人も嬉しいんですけど、知らないね、こうここでしか会わない人がこう来て今年も来ましたって言っていただくとね、あ、ありがとうございますと、本当もうそんな気持ちばっかりですよ。ね、でやっぱりね最初の頃は、うん、やっぱりあの皆さんこう、渡るの怖いとか。本当最初に1回目やった時とかそうだったんですけど、やっぱりもう 2,3,4 ってだんだん続けると、もう本当にあのもう今年も来ましたとか、あとその人がまた友達とかあの家族を連れてくるんですよ、うんうん、そうするとね、もういや渡るぞみたいな感じでこう引っ張ってくれるから、もう本当に今もう何だよ、200人とか300人ぐらいいるんじゃないですかね。ええ渡る人がですか。渡る人、もうすごい大、もう長蛇の列ですよ。うわ、じゃあ早く並ばないといけないですねそうですね、はい、200人から300人、うん、終わりますこれ時間内で。終わってると思いますよ。私もその時計を見てカウントはしてないんで、まあ、多分まあ1時間半あれば終わるだろうぐらいの設定です、はい、すごい。ぜひねこの日渡り、はい、もちろんあの、ね、さっきも言いましたけど、あの私たちは日の上を歩きますが、あの一般の方たちの時はちゃんと日は落として、うんうん、まあ、あったかい地面というかね、はい、を上を歩いてもらう。でまあ、両脇
にはこの火が残ってて、でだからね横によろけたりすると危ないんですけど、まあ今のところまだ誰も火の上の中に突っ込む強者はいないので、まあ、いても困るんですけどね、はい、だから一応渡る前にまっすぐ見てよとか横に転ばんでよとか。これ子供も大丈夫なんですか？あ、子供も大丈夫です。あ、じゃあ一人で歩ければ。あ、さすがにね、また一人で歩けない子は危険ですけどね、はい、でもまあ、本当日はこの皆さんの時は例えばもう渡れない子なんかは大人の方がこう抱っこしてもらったり、ね、すれば全然大丈夫です。はい、楽しいですよ。楽しいっていう、これこの火を渡ることに意味はあるんですか？はい、もちろんあります、はい、やっぱ火というのはこういろんなものを燃やすじゃないですか、うん、そこで要は仏教での煩悩といってね、はい、心の中に、ね、ある、まあ、悪い心というか、それをこの火はただの火じゃなくて仏様のこの聖なる火だと、うんうん、なのでこの火を渡ることで仏様のこの聖なる火に自分のこの煩悩を燃やしてもらう、そういう宗教的な意味がちゃんとあります、うんうん、だから最初は火をこうキャンプファイヤーみたいに炊くんですけど、うん、その時には私がお勤めをするのはこのただの火を仏様の火にこう何ですかね、消化していくというか、そういうお勤めをするんです、うんうん、それに30分ぐらいかかるんですよ。でこの仏様の火になったとこで渡れと行けという感じになるんですよ。もうねなんで毎年ねやってますけど、うん、2年前に私住職になったっていうことでこの新参式って言ってやっぱ住職になったお披露目会みたいな報告会みたいなのをあるんですよ、うんうん、それをこのお祭りの時にして、この時は日渡り参加しなかったんですよ。もう他の方が忙しく、新参式忙しくって、だから横で見てたんですけど、もう渡りたくて渡りたくてしょうがなかった。うん、あ、なんで自分はあそこに行けないんだろうって、まあ、自分で決めたからいいんですけどもうそんな感じでもね、反面なんかこのみんなこんな風に見てるんだ、普段はほら自分その中にいるから火を相手してたりお勤めしたりしてるから周り見えないというか、周りでもう集中しないといけないので火ともう自分しか見てないんですけど、その時はもう外野の方で周りの人と一緒にあれなんか怖そうっすよねみたいな言ったくしてたから、あ、みんなこんな風に見てたり意見があるんだっていうので、まあ、あれもあれでいい経験になって、そうそう、あ、なるほどね、じゃあここは盛り上げた方がいいとか、ここはもっとシンプルでいいとか、こういろいろねまた勉強になってね、それも面白かったですよ。はい、そんな感じでね、今年も火の上を、歩いて、ね、見たいと思いますがね、でも本当にねあれですね、皆さんこの火の上を歩くっていうのはやっぱり初めての方なんかはちょっとこのパフォーマンスというかなんか面白体験みたいな、もいるんです、ね、方が多いんですけど、やっぱりもうリピーターの人になるとやっぱもうすごい真剣ですよ。もう、あ、もうこのなんですか、お勤めというか修行という気持ちでこう来ていただくから、やっぱりもう顔もすごいこうなんかもう集中して、もうなんか変な人も真面目なねお顔でこの渡っていただいたりすると、またそれも嬉しいですね。あ、なんかこっちの意図を汲んでもらってるなと。やっぱね、やっぱなんか前にどっか茶壇かなんかでこの日渡りをやってる、多分そこなんか新興宗教なのかなのお寺さんがあってやってたんですけど、もうその時はもう完全にビーチでやってたんですよ、うん、だからもうビーチの酔っ払ってる人とかがなんかこう見せ物だろうみたいな感じで見てたんですよ。もうそうするともう完全に雰囲気が崩れてるわけよね、うん、ああいうのを見るとあ、もったいないなと思って、でそれをだからまあ寺ではそのなくそうと思って、もちろんいろいろねちゃんとお祭り修行ですよと、遊びじゃないですよというのをこう演出というか、うん、でそういうのをやるとね、やっぱ皆さんもこう理解してこう感じ取っていただいて、皆さんこうやってくれるのでね、いいですよ。いいですね、面白い、真剣にね、真剣に、そうそうそう、やっぱりねただの遊びじゃないし、うん、なんか火の上を歩いてかっこいいだろうとかそんなのもないんですよ。そういうわけじゃねえと、煩悩、はい、仏様の火をいただく、仏様と一体化するっていうのがこの修行の目的なので、うん、そこをぜひ皆さん感じ取ってくれよということでね、はいはい、しております。ぜひね、火渡り、はい、沖縄では多分ね神宮寺だけですね、火渡りのこういった修行体験ができるっていうのはね、なかなか
ね、県外のお寺さんに行くと結構ねいろんなところでしてたりするんですけど、沖縄だとまだあの神宮寺だけなのでね、うん、ぜひねこのオンリーワンの体験ができます。はい、はい、もう流行ってますからねお寺、はい、神社、そうですね、はい、ねありがたいことに、はい、でさらにねそこでこうオンリーワンの体験もできるということで、はい、来ていただければなと思っております。はい、で日渡りがですね、5時から6時半夕方のね5時から夕方の6時半までの、予定をしております。はい、で あ, そうそう、あとですね、まあ、このお祭りですけれどね、もちろんあの皆さん来たいと、ね、駐車場あるのとよく聞かれます。うん、はい、あの駐車場あります。はい、100台ぐらいは、はい、止めることができますので100台、はい、安心してこれあの来てください。はいはい、であとあの神宮寺の場所ですね、はい、あの普天間のこう交差点三叉路がありますが、はい、そこにあの普天間宮という鳥居の神社あります。大体皆さんよく普天間の鳥居は何となく見たことがあると思いますが、はい、その鳥居からこう左の方に入っていただきますと、はい、あの神宮寺がございます。であのもう鳥居のあたりにですねあの駐車場の係員 の, あの方が立っておりますので、はいはい、その方のこう誘導に従って、駐車場奥の方になりますが、止めていただければと思います。はい、ぜひ ね, あの、まあ、ね遠方の方別に那覇とかねやんばるとかどっか糸満とかの方も、はい、あの車で来ていただいて普天間、三叉路の普天間宮の隣ですのでねあの分かりやすいと思います。はい、でまたねあのもしねお近くの方なんか本当にあのビールとかねアルコール飲めますんで、ね、あの車を置いて、ね、徒歩できたらね、はい、ゆっくりねもうアルコール飲めますからねぜひねあのこう歩いて来ていただいてビール飲みながらねあのいろいろとお祭りを楽しんでいただければと思っております。はいはい、ということでね、今回は、今週末10月の8日日曜日に開催されます、第9回神宮寺祭りのいろいろとご紹介をさせていただきました。はい、はい、ぜひねあそれで今回ねあの稚児行列ねあの定員30の予定だったんですけどね、もう超えてもう40名近くあら、あの今年もあの出演参加してもらいます。本当嬉しいですね。はい、ということでですね、今週末の10月の8日9回第9回神宮寺祭りがあります。ぜひぜひあの皆様遊びに来てください。美味しいご飯もありますのでね、はい、お昼食べに来るというのでもいいと思います。はい、ということで、今週も坊主カフェお送りさせていただきました。皆さん、ご拝聴ありがとうございました。また来週さようなら。さようなら。